すまん、完璧ね。上手よね。登場この登場使いたい。ごめん、すごい上手。飛んでやればいいの。普通にこれ使いたい。登場使いたい。じゃあ、とりあえずいらっしゃい。ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。チーママのひきつむです。セコの神です。3人合わせてエンビーガブリエラです。はぁー、始まっちゃった。今日はこういう感じでここにいるがあるんですよ。あら、一体誰かが来るのかしら。そうなんですね。もうさっきもなんかサムネ見りゃ分かるだろうって突っ込まれたんですけれども早速呼びたいと思います。私が魔法を使いますので、はい、いいですか。お願いします。はい、せーの。あー、本当に考えてください。厳しい。まあまあ、でもやっぱりうちらはね、結構 YouTube の LGBT 系の YouTuber さんのルーツといえばカズレちゃんです。そうだね。ありがとうございます。だってLGBT 系の YouTuber の人で一番初めに仲良くなったのがやっぱカズレちゃんだから。でも痩せた。嘘。うん。でも秀樹ちゃんも痩せたわよ。そんなことないんだ。そんなことないんだけど。そんなことない。そんなことない。そんなことない。全然そんなことない。顔が3つぐらいちっちゃくなってやっぱり。っていうか、まあ、ごめん。どんだけでかかったの。はい、ということで、改めまして、本日のゲストはカズレちゃんです。イエーイ。お疲れ様。皆さんご存知だと思うんですけれども、かずえちゃんは、LGBTQ の YouTuber のもう先駆けとしてもう先陣切って YouTube の中を LGBT と叫びながら走ってるような方です。オープン、はい、私そうです。オープン取締役。やっぱ2年経ってかずえちゃんの私生活というかライフスタイルが大きく変わっていて、もう興味津々なんで、うん、あれですよね、家がなくなったんですよね。そうそう、本当家がなくなった、うん、家がどうした、家を引き払った、東京の家を。なんかもう東京にずっとお家あったじゃん、あの時も住んでたしさ、ずっとあったんだけど、結局東京に月の半分ぐらいしかいなくて、でまあ家賃高いじゃん東京って、でもそれなら東京も家引き払おうと思って、だから今家引き払ってホテルとか、まあ、カプセルホテルとか転々としながら生活してる、いわゆるアドレスオッパ。へえ、すごい。アドレスオッパっていうのはそういう転々とした家も持ってなくて、そう転々としてる方のことを言う。そう、なんか別にいろんなとこで仕事ができるというか、まあ家を拠点を持たないっていう人のことだよね。アドレスをホッピングするみたいな。もしさ、それでホテルとかが取れなかった人がないの。まあもう大体も取れるよ。取れるんだ。どう。いや全然、僕は自分に合ってるなと思う。今んとこなんか、あ、めちゃめちゃこうなんか不便だなと思うこと別にない。例えばよ、服とかさ。そう、気になった。あ、服はね、だからもう昔よりめちゃめちゃシンプルになって、もう T シャツも3枚ぐらい、うん、で、まあ、下着とか靴下も3枚ぐらいをこう回してる感じ、うん、だから普通にホテルとかで洗ったりする。それも常備で持ってんだ。持ってる持ってる。そうだよ、ね、そう、だからリュックと小さいゴロゴロ、飛行機に持ち込みできるぐらいのあれでが荷物全部。へえ、今の財産。そう、まあ全てもう家、もうそれ家、持ち物。基本的にママキャリーケースじゃ絶対過ごせないでしょ。いや、私やったらもうメイクボックスでいっぱいじゃん。ラーメン屋さんの屋台行かなきゃいけなくなっちゃうよ。それぐらいね。なんか楽しそう。そうそう、なんかすごい僕は楽しい。うんうん、充実してるんだ。してる、結構動き回るのが好きだからさ、じっとしてれない子だからさ、そんな感じ。そういうそうだから自分には合ってると思う、僕は。どうだよ、セカラには男の家泊まった。ね、泊まりたい。泊まりたいアドレスヒップホッパー。でもさ、ホテルだったらさ、なんかさ、アプリとかでさ、今ここのホテルに泊まってるからさ、誰かだとかみたいなさ。でもなんか昔は YouTube やる前はそういうのがやっぱりできたかなと思うけど、なかなかやっぱり最近はもうなかなかなんか顔が割れてるから、なんかちょっと割れしてるから大絶叫しながら走ってますから。そうだね、アプリやっててさ、顔出しててもさ、これ数えじゃねみたいな感じになるもんね。そうだね、つぶやかれたりとかするから、スクショとか撮られても恥ずかしい。
ということで、はい、風ちゃんはその風ちゃんの動画あのチャンネル下にあのリンク貼っておくんですけれども必ずあのチェックしていただきたいんですが風ちゃんが来たからにはちょっとなんかいろいろそういうあの最近の LGBT 系のトピックとかもこちらもいろいろ聞きつつ、うん、なんかこう談話したいなと思っているんだけれどもそういうタイミングで私すごいびっくりしたニュースがあって、うんうん、あの私の出身があの神奈川県の相模原なんですけど、うんうん、来年から相模原市があの同性パートナーシップ制度を導入になっているので、なんかそれでびっくりしちゃってなんかそもそもなんかあんまり興味がないタイプなんだけど結婚とかに、うん、でもなんかすごい身近にそういうのができたこと、なんかそういうトピックが上がったことによってなんかいろいろ考えるようになってなんか最近すごい増えましたよね、うん、増えた場所本当にいろんなところで、うん、毎月のようになんか聞くからね、ね、そこそこ思って嬉しい、そういうニュースが出てそうだよね、嬉しいよね、ハッピーなことだからね、そう明るいニュースだからね、今どのぐらいあるんだろうね、23の市と区が、条例っていうんですか、その自治体ってその地域でパートナーシップを今のところ9月現在では認められている認めているみたいで、うん、茨城県だけ茨城県なんですよ。県単位だから多分県単位で、へちょっとこれは調べてこのページだけだと分かんないですけど、そうね、みたいですね。まあだってさ、それさ、やっぱりさ、それをすることでハッピーな人が増えるだけじゃん、うんうん、それをやることでなんかこう被害が出る人が全く増えるわけじゃないじゃん、うんうん、だからいいことだよね、うん、絶対いい、いいよね、嬉しい、うん、そうだよね、うん、実際どう、じゃあその自分が生まれ育ったその地元でパートナーシップ制度ができますってなって実際その時どうだった、まあ、選ばない別としてびっくりしたっていうのとで、なんかそこまで深く考えてなかったの、なんかその同性婚とかパートナーシップ制度についてもなんかまあゲイなんだけどなんかあんまりとか外から見てる感じ他人事みたいな感じ、まあ興味の話もあるんだけどでも実際なんか自分に関わって直接まだ関わってくる話じゃないだろうなと思ったから実際考えてみてやっぱりなんかそう現実味を帯びてきた時にあ自分もパートナーシップの登録ができる権利があるんだもし実家に住んでたと思って、なんかそんなできるできないお違いかなと思う、それだけで、そうだよね、分かる分かる、でもさよくあるあるなんだけどさゲイの、あのパートナーシップ制度のわけじゃん日本は今、なのに結構なんかごっちゃになってて同性婚と、あで、でも同性婚できるところあるよねみたいなことをさ言われたりとかするんだけど、よく聞かれる、どうやって説明すればいいのかなみたいな、具体的にね、同性婚とパートナーシップ制度の違いで、なんかじゃあどうしてパートナーシップ制度だけじゃ飽き足らず同性婚を求めてるのかみたいなことを聞かれたりとかするんだけど、風ちゃんそういうこと聞かれたりとかする、いや聞かれる、すごい聞かれるし、あの渋谷区なら同性婚できるじゃんみたいなことやっぱり言われるんだ、だからやっぱりまあ法律と条例の違いっていうのもあるだろうし、そのやっぱり今本当になんか今9月現在で23都道府県っていうか、まあ市町村でやってて、なんかその場所によっても全然違うっていうじゃん、その中身のこと、パートナーシップ制度っていうのはあるけれども、実際じゃあ誰かがそこに住んでないとダメとか、なんかいろいろ中のそのもろもろっていうのはそこの場所によって違うから、じゃあもし高校側じゃ渋谷でさパートナーシップ制度やりましょうってでやって、でもしかしたらじゃあ僕たちがじゃあ県外にじゃあ転勤になったと、じゃあもしかしたらそれが僕たちが渋谷からじゃあ何かパートナーシップがないところに行った時に、そこがパートナーシップ制度がなければ、僕たちのパートナーシップ制度っていうのはもうそこに継続することはできないじゃない、あ、カズエズムされちゃうね、じゃない、カズエズムカズエズムとの関係は、そう、ここの関係はあるけど、まあ、いわゆるその条例としてのパートナーシップ制度っていうのはやっぱりできなかったりするじゃない、でもさ、結婚とかになればさ、やっぱりそういう部分の別に考えることないじゃない、今風ちゃんが言ってくれたこととかだと、やっぱりなんかその法律で国が認めてる定めてるものと、あとそれこそなんか、まあ、ここの地域は喫煙 OK だけどここの地域は喫煙ダメって言ってるレベルの
差っていうか、23区でもさありますもんね。そうだよね。だからパートナーシップ制度っていうのはそれこそあの路上喫煙とか、うん、ゴミ捨ての日の取り決めと同じレベルだっていうところだよ、ね、うん、あそことこっちは違うとか、ね、そう、法律とゴミとの差みたいな、うん、まあ極端にやるそういうことだよね、うん、なんかそう考えたらなんか効力がとってもなんか薄いような気もちょっとしちゃう。するよね。今のちょっと例が極端すぎたけど、そういうことだよね。結局。だから渋谷区同性婚できるじゃんは、うん、そうじゃないんだよということが届けばいいわね。そうね。それはさ、パートナーシップもないよりは絶対にあった方がいいと思うけど、ね。まあ、そうね。結局いろいろメリットというか。そう。やっぱりできなかったこともさ、できるようになるさ。だからあった方がいいだろうけど。うん、やっぱりもっと同性婚っていうか、もう同性婚ってやつに結婚、誰でも結婚ができるとこまで行った方が分かりやすくない？そうだから、その相模原のやつが、うん、そのできるってなったのを知った時に多分、うん、同じ感覚になったんだよね、うん、あ、選択できる権利が生まれたんだみたいな、うん、そのまあ、それはパートナーシップ制度なんだけど、はいはいはい、だから同性婚ってなったらもうそれは法律になるわけだから、うん、まあ、それは本当にあ嬉しい感覚ってこれなんだなってちょっと思ったのがすごい自分の中できっかけなんだけど、だから今はちょっと結婚がすごいなんかこうしてみたいなってちょっと思ったりとかするよ。ちなみに結婚はしたいんですか？結婚はそれはなんか僕それこそ今パートナーいないから実際リアルにこの人と結婚っていうのはないけど、さっきそれこそママが言ったようにさ、なんかこのするしないは関係なくその人の選択じゃん、うん、別にあの 男性でも女性でも結婚しない人もいるし、それはその人の選択であって、うん、ただそのもしこの人と結婚したいっていう人ができた時に結婚できるっていう選択肢はあってほしいと思うわけ。それはとってもわかる。そう、もう腹から諦めておかなければいけないみたいだよね。結婚なんて考えないじゃない。だって僕たち結婚できないと思いずっと思ってるから、うん、でもなんかできるんだっていう、やっぱりそこに選択肢があるっていうのは、うん、選ばない別としてなんか平等な権利としても欲しいなと思う。したい、ね、ずっとしたいよ。だって結婚するとさ、周りも喜んでくれるじゃない。なんかハーモニーが広がっていきますからね。そう、まあ、あとはやっぱりそのいわゆる家族になるという権利だったりとかね。本当にそうだと思う。そこに生まれるもので守られるもの、あとは支えられるものっていうところっていうのも、もう諦めてると結構いるじゃない。本当にでもそれは思う。そもそも結婚はできないものだともう思ってて生きている LGBT の方、うん、結構いらっしゃるのを見てるんだけど、私はそれでもそれが全然どうしてもいつも腑に落ちなかったの、うん、なんでダメなのかなみたいな。でも超いいなって思う人がいて、この人と一緒にたいなってお互いが思えるんだったら、もう意地でも結婚しようなって思って、それこそ海外行かなきゃいけないわみたいな感じで思ったらさ、ちょっと日本にとってもデメリットかなと思っちゃうわけ。そうかもね。他の国行っちゃったら、そうそうそう、なんか寂しいじゃない。寂しい。すごいぼかしたわね。まあでもそうして思うのは、私はなんかあの家になりたいっていつも思うの。家、うん、あの木に埋め込めばいいの。違う、帰るところになりたいと思う。あ、その好きな人の帰るところになりたいと思うから。でも結婚してないとすごい不確定なところじゃん、場所が定まってないじゃん、うんうんうん、で結婚すると家になれるじゃん、うんうん、だからそういうことを考えた時に、あ、本当に好きな人がいた場合はあの家になれたらいいなと思うね、うんうん、すごく。なるほどね。なるほどだね。すっごい嫌な顔してるの。なんか、まあ、家になりたいってちょっといいワードなのね、今の。すごいちょっとよかった。あ、よかった。よかったな。今日歌になるんだよ、これ。したら家になりたい。家になりたい。パクリだから。パクリがすごい。なんかそういうさ、パートナーシップとかさ、てか広がってるとか、講演会とかだったりもやってるじゃないですか。なんかそれでこうちょっとこうポジティブな話とかあったりしますか？ポジなんかやっぱめっちゃざっくりだったもん。ざっくりだったら。なんかポジティブなというか、うん、あのだんだん年々、うん、
増えてきたなっていうのはすごい感じる、うんうんうん、それこそさあの別にこの公園だけじゃなくても、うんうん、それこそあの東京レインボープライドとか、うん、本当にいろんな最近各地で、うん、そのレインボープライドのイベント、うん、レインボーイベントってすごいこうやってるなと思ってで結構回ってるんだけど、うんうん、そうするとやっぱりそこに行くとその地元の企業の人とか、うんまあ、企業の人だけじゃなくて地元のなんかその町内の人とか、うん、地元の人たちがそこに集まって、うん、なんかこうみんなが別にそのセクシャリティなんて関係なくなんかみんながなんかこう一人一人を大切にしようよっていうかなんかそれがすごく伝わるからなんかそういうところがなんかなんていうのそのイベントの形で増えていくっていうのはすごいなと思う。すごい素敵。なんかいろんなところ行きたいな、レインボーブライド、そんなにいろんな、レインボーブライドっていう名前なの？なんか場所によって違う、まあ、レインボーフェスタとか、レインボーマーチとか、まあ、名前は違うけれども、うん、まあでも一緒だよね、みんなその LGBTQ の可視化だったりとか、うん、なんか居場所作りだったりとか、うん、だからなんかすごいと思う、やっぱり一回行くと全然また違うし、うんうんうん、なんか聞くのとやっぱり行って体感するのって違うからさ、うんうん、だからやっぱりこうやって3人とも、その豪華レイさんとか、なんかこうステージで、そういう伝え方もあるじゃない、いろんな伝え方ってあるじゃない、公演だけじゃなくても、うんうん、だからなんかそのエンタメとしてなんかそういう風に伝えるってすごい面白いと思うから、嬉しい、いろいろ出てけばいいと思っていっぱいなんでかーなんでかーどうですか、エンカム姉さんよろしくお願いいたします。来年とかさ、やっぱり春とか秋とか、うん、やっぱり気候的にいい時がやっぱりどうしてもレインボー系のイベント多いから、うんうん、いや秋っていうところがもうほんと最高ですね。うん、すごいいいと思う、うんうん、秋が一番好きなんだもんね。そう結果ね、いやでもそんだけ広がってるのね、うん、LGBT の輪が感じる、年々やっぱり増えていってるなと思うし、うん、来場者が徐々に増えていく、まあ、だんだん大きくなっていく、うん、それってすごい嬉しいことじゃん。嬉しい嬉しい、うん、それはすごい伝わるから、うんうんうん、なんかそういう風になっていけば、国民がこう皆さんがこうご理解いただくというか、うん、認識してもらえるっていう感じになっていった時に、こう国が動いてくれるようになればいいわよね。そうだと思う、うん、本当にそうだと思う。なんか楽しいところから広がっていくのが一番いいかなってやっぱ見てて思う、うん、なんかやっぱなんかそのちょっとしたことでさ、やっぱ騒ぐ人もいるじゃん、うん、それって別になんかそんな大げさに言うことなくないみたいなことをすごいなんかこう抗議したりとかする、うん、まあ、それこそなんかそのラウドマイノリティって言われてるような人たち、うん、なんかそれでトピック上がるよりもやっぱりレインボープライドとかでなんかうわーってなってすごい楽しそうなことやってるねっていうので、なんか明るいトピックでニュースになってって認知されるのが一番ベストだよねって、やっぱ、うん、そういうの見てて思うもんね。ということで、すごいなんかいろいろね、今日はかずえちゃんに来ていただいて、あの喋り込みましたけれども、なんかこうやって話してるとやっぱりなんかこう一番初めにお会いした時よりも、世間的にもいろいろ LGBTQ の動きも変わってきたりとかして、まだまだなんかこう楽しめることいっぱい出てくるんじゃないかなって思いますよね。楽しめることいっぱい出てくるんじゃないかなって思いますよね。思いますよね。楽しみたい。私たちもやっぱり音楽でいろいろメッセージを発信してるんですけれども、うん、あの最近ですね、6月に豪華姉さんという出たよね、はい、あの CD 出させていただいて、うん、はいはいはい、であのそれにですね、あの面白いダンスがついているんですよね、うん、でやっぱりなんかあのLGBTQ の、 あの YouTuber として、あのパイオニアとしてこう先を行ってるかずえちゃんにもぜひあのその曲をやっぱ一緒に体感していただきたいと。あら、おいしいもんね。おいしい、ドン・キホーテもおいしい。ちょうどタイムリー。すげえタイムリーなんだけど。さつまいもが好きなの？大好き、芋大好きなの。じゃがいもは食べた後さ、ペッて吐くの？どういうこと？やめてよ。そういう男と付き合ってたことがある。付き合ってないね、憧れて好きだった。さつまいもペッて吐くの？確か高校の時ね。そう、へえ。なんか吐く人だ。え、何吐くの？芋味わったらガムみたいに。やだ。え、このこれを？だから同じ分量の同じ分量のゲル状になったの。計算書の汚い。そう、味わうだけでいいみたいな。え、でもさ、味なくならないじゃん、別にさつまいもって、うん、飲み込まないんだ。そう、不思議な男と付き合ってたんだね。付き合ってたんだ、高校生の時の。
それ冷めちゃうの。なんか好きだなと思ってた人がなんか焼き芋買って一緒に食べたらそういう事件が起きてちょうどその話をセカストの動画でこの話してて、うん、でそれなのに風ちゃんが突然なんかそのドンペンの袋の焼き芋を持ってきてタイムリーだった。そういうことね。